ちは、カトチャンネルです。今日は数字のパズルに挑戦するよ。数字に合ったマスを埋めて、可愛い動物の刺繍を完成させよう。例えばここは2だから、2つのマスが埋められるよ。よし、次もやってみよう。って書いてあるから、2つのマスが埋められるんだね。次は5だね。5つまで数えられるかな。1、2、3、4、5。できたね。3と2って書いてあるね。3つと2つに分けるんだね。間違えて3つにしちゃった。2つに直して、あとは3つ。次は6だね。数が多いときは3と3で分けると数えやすいよ。次はどうしようか。一番下を3つでいいかな。上が6個だから。できた。次は最初は4つ。次は3だけど、縦か横につながってないと選べないみたい。こうかな。次は6だけど、やっぱりダメかも。そっか、縦か横に並んでないと選べないんだ。やり直し、数字の大きいのからやってみよう。6、3。あ、できそう。4、3。できた。完成。カメレオンさんが出来上がったよ。綺麗に刺繍できたね。次はカエルを作ってみるよ。これも大きい数字から6から埋めていこう。1、2、3、3が2つで6になるね。次は3つ。あとは簡単だね。2つずつ埋めていくよ。はい、できた。次はどこからにしようかな。やっぱりこれも大きい数字から4から埋めてみるね。2が2つで4。これも2の2倍4。下半分が埋まったね。あとはできそうだよ。3つ、3つ。次は縦に長いね。今度も下の6からでいいのかな。きっと大丈夫。やってみよう。6が2つでできそうだよ。はい、完成。これは難しいんじゃないかな。どっから始めればいいんだろう。6から始めてもいいけど。一番下の3から3つと3つ、そして6。少しできると
だんだん簡単そうに見えてくるね。難しいことも少しずつやってみればいいんだ。2と3で最後できた。難しいのをやったからこれは簡単そうに見えるね。はい、カエルさんの出来上がり。ふう、難しかったけど楽しかった。今日はここまで。カトチャンネル、また見てね。